はい、おばんです。はい、変更をやっていこうと思うんですが、おそらくもうクライマックスだと思うんですよ、このゲーム自体が、ね、だいぶね、謎というか、なんでこんなところにこんなことになってきたのかっていう全体のね、ぼんやりとした形は見えてきたと思うんですけど、ちょっとね、まだ難しいかな、全部は見えてこないかなってとこなので、今日ね、その辺分かっていければいいと思うんですけど、はい、ここです。はい、なんかね、自分が2人いるんですよ。え、何の音？何の音今？何割れた？やっぱこれかな？もう一人の自分の話か、これ。ちょっと外出てみるか。変な音がした。ここは確か出れなかったはず。クリックできないもん。で、こっちの方はどうだ？これもしかして時代が流れたのか？時代が流れた後なのかな、この辺。ちょっとね、今までとさ、様子が違うというか、多分廃校になったのかな。落書きめっちゃしてるし、なんかキープアウトみたいなのも貼ってるしさ。あ、このしかもこれね、体が透けてるってことは、もしかしたら死んでるのかな、このレイちゃんは。この時代では死んでいる可能性がある。まあ時代が流れたと決まったわけではないんだけどね。シンプルに自分が勝手、俺が勝手に予想してるだけなんだけど。まあちょっとこれ、この姿だと何もできないから、多分、あれだね。戻るというか、もう一人の自分にメタモルフォーゼ。これは何なんだろうね。過去の記憶とかそういうことなのかな。あれ？あれ？出るとこ違うくない？これ。これどこだ？しかも何これ、すんごい。外みたいになってる。これは何だ？上に上がれる。多分1階かな、校舎の。でもなぁ、1階にこんな場所あったっけ。校長室これでも上がれない。やっぱそうだ、上に上がるしかない。で、ここは上に上がれない。あここはな、あ、なんだこれ、もうまたもう一人の自分になれる。前に見えるのはあなたの過去へと向かう道、でも目の前の道は崩れている。さあ歩いて影のようにどこまでもついていく。わあー、また入れ替わった。ちょっと待って、ちょっと待って、さっきのとこまだ、また全部見てない。ちょっとね、どの教室かはちょっといまいち分かってない。ああ、こっちも行ける。あそこ玄関っぽいけど、ここはいけない。ここトイレ。トイレってことは、トイレってことは、これは、2階か。2階だね、これね。ここ行くと何だろう。あ、今のこれファンくんじゃなかった？違う？希望のかかり火も次第に衰え、もはや風前の灯火。あ、これファンくん、なんちゅう、イン先生、違うかな。
でもファン君量産なの？量産型ファン君これ、ファン君だっけそもそも名前。本の内容にはみんながいつも答え考えていることと相反するところもあるでしょう。しかしこれらの本を読むことで思考を深め、自分で考える力を育てることができるはずです。さて今日はこれぐらいにしましょう。みんな念のためもう一度確認しておきます。読書会のことは誰にも言わないこと。あーなるほどね、反政府的な何かをしてるわけですね。そう、ちょっと調べてきたんですよ。この時代の台湾の歴史全然知らないのでね、調べてきたんですけど、まあ、中国国民党ですね。なんだろう、戦前に、まあ、新って国が滅びた後に、滅びたというか、まあ、革命で、ね、中国国民党が中華民国っていうのを建てたわけですよ。で、その中華民国の、ね、そう支配というか、まあ、政党っていうかね、その中国国民党が、ね、いて、それで日本と日中戦争してたんですけど、まあ、その時に共産党と、中国共産党と組んで、日中戦争してたんですが、ね、日本を追い出した後に今度は中国共産党と国民党で内戦をしましたと。そうなった時に中国共産党が、ね、優勢になって、台湾ですね、台湾の場所に中国国民党が逃げてきたと、臨時政府を立てたというのが、まあ、その流れなんですけど、ね、その中国国民党の支配というか、まあその中国側でこう日本じゃなくて、日本がずっと統治してたんですよ、しばらく台湾なんですけど、それを日本が敗戦ということで放棄して、そこに国民党来たんですけど、その支配が日本よりちょっとひどかったということで、ね、ちょっとその国民党に対しても不満がある人が多かったようで、まあいろいろと揉めたらしいんですね。でそれでね、国民党政府は限界令敷きまして、戒厳令どっちだっけ敷いて、でこうね、こうやってこう抑圧、その言論の自由とかのところをね、ちょっと抑圧してたらしいんですがね、なんかね、やっぱ共産党とかもね、入ってくるのを恐れてたらしいので、まあ様々とね、自由がなかったんですが、多分この先生たちは共産党かどうかは知らないですけど、その政府のやり方にちょっとこうね、不満を持って何かしらこう抵抗する、そういった形をとってるんだと思うんですよ。ってちょっと長くなったね、ごめんなさいね。カトパンゲームズにそんなの求めてないって言うかもしれないけど、このね、背景を覚えておかないとね、このゲームは理解しきれないと思うんですよ、多分。なのでちょっと下手くそではありますが、説明してみました。はい、ウェイ君、ファン君って言ってたっけ俺さっき。ウェイ君じゃねえか。誰だっけファン君って。ファン先生なんだっけ、わかんねえ、もういいや。はい、いい先生。うん、チャン先生だった。ファンって誰？あ、ファンレイシンだ。レイちゃんだ、ファン君は。はい、運送会社の援助はもう済みですので、別の方法を探るとのことです。政府はあらゆる輸入規制を強化している。この特集会ももうじき終わりにしないといけないかも。イン先生どうしてこうなってしまったんでしょう。もう一つ注意してほしいことが、チャン先生は僕たちに本を渡したことなどない。なるほどね。はい、戒厳期の亡命者、故郷での埋葬を、ね、叶う。尹追犯女子は戒厳令時代に指名手配された政治亡命者である。へえ、彼女は運よく逮捕を免れ、国外脱出に成功。ほう、長年ブラックリストに載っていた。
亡命後は世界中で人権や表現の自由を訴える活動を精力的に行ってきたが、肺がんのため50歳、ああ、若いね。その生涯を閉じた。彼女の最後の望みは故郷に帰ることだった。戒厳令撤廃によりその望みは実現する見込みである。多分だいぶ後の話だよねこれ。院先生だと若そうだしね、見た感じで。50歳で亡くなってくるってことは、しかも戒厳令撤廃ってだいぶ後だったはずだよ。1970年代80年代とかそういう話だったんじゃなかったっけ。ってことはやっぱりこの状況、あれですね、だいぶ歴史が前後してますね。時代が前後してる感じ。そうね、やっぱり昔はね、昔の、あれ、出れなくなった。戦後の世界はね、共産主義陣営と資本主義陣営に分かれて、うんぬんかんぬんってのがあったわけですよ。で、やはりね、アメリカとかは共産主義側にが広げないようにっていうのでね、中国とかソ連に対してね、だいぶ、なんていうの、だいぶね、注意してたというか、そういう状況だったので、台湾は大事なところだったんですよね。ドアノブが壊れている。なんか持ってるけど、持ってないよね。え、どうすんの？ああ、そっか。出れるのか。別にこの人とバトンタッチする必要はないからね。下は下がれる。おー、ついてくる。君は？引き戸に有刺鉄線が巻いてある。多分これがね、現代とかなんだよね、きっと。現代なのか、その戒厳令が解かれた後、戒厳令解かれた後なのかな。やっぱ下の階行くしかないのかな。そうだよね、やっぱり廃校になったとかそういうのなんだろうね。ここ昇降口。お、なんかいる。では？でも入れない。入れない。どうすんの？行くとこなくね？上も行けないし。あれ？いなくなって、動いてる。入学した頃を思い出して、情熱にあふれていて、学校のあらゆる活動に参加し、才能を発揮して、同級生や先生の注目を集めてた。でも家があんな、羨望の眼差しが、いやらしい好奇の目に変わった。あなたが選ぶのは、どれだろうね。この子、レイちゃんだったら、抗わないんだろうな、この子なら。どうだろう、どれ選ぶんだろう、この子なら。ここは生命のない場所、思考すら葬られる。なるほどね。バレたら政治犯扱いされるからね。あ、ミスった。読めなかったけど。Now wait。あれ、まさか。まさか。こっちはこっちで。院先生亡命ね。はい。ああ、そうなんだ。
それより気がかりなのは読書リストがどこからか漏れたのかってこと。なるほどね。誰かが漏らしたってことね、読書リスト。なんか落ちてる。判決。破けた判決の紙。地方教員チャンミホイおよび生徒ウェイ、ウェイチャンティンを筆頭とする生徒グループは共産主義的勢力を組織した。ああ、やっぱ共産主義陣営なんだね。なるほどね。チャンミンホイは死刑が、チャン先生、あれだよね、メガネの。ウェイチャンティンは反体制的思想を有する禁書を読み、共産主義的勢力に通じたために懲役15年。おい、学生だよ。学生だよ。懲役15年はちょっと。でもなんで釣られてたのかね、あそこで。昔ってそうだったのかね。学生でもそうなのかな。今の人は誰？今の人は誰？どこに行ったんだ。あ、開いてる。君は誰だい？トイレ。なんて書いてんの、これ。え、これいじめじゃないの、これ。チクリマ、誰だ？誰だ？誰だい？漏らしたのは。読書リスト漏らしたのは誰だい？ってことだよね、チクリマってことは。すごいグネグネ空間。誰かの記憶の中とかなのかね、これ。グネグネってことは。あー、音楽室。さあ、誰だい？誰だろう？色ついてる。やっぱ現代なのかな、この人。あら、消えた。現代なのかな、今の人は。現代というか、このゲームの中の今。あの時彼女は恐怖に苛まれ、憎悪を募らせた。誰が想像できただろう。彼女があんな決断をして遺書も残さずこの世を去ってしまう。彼女はどれ？レイちゃんか？恐怖ゆえか自責の念に駆られたのか真相はわからない。僕の頭の中は混乱でいっぱいで、考え事がぐるぐると渦巻いていた。僕が日の目を再び見た時には何もかも変わってしまっていた。愛する人たちも先生も遠いところへ行ってしまった。彼女は名前のない墓に埋葬された。残された僕は置いていく。これを書いてるのはどっちだ？今のピアノ弾いてた人が書いてるんだね。実はウェイ君が生きてるんじゃないか説。釣られてたのはこのレイちゃんの。いや、まだちょっと早いんで考えるのは。今の彼は誰だったのか。ここは？あ、セーブできる。なんかね、ホラー要素今のところなくなってきてるから、セーブしなくてもなんかいけそうな気がする。あれは全然違う場所に出たじゃん。これ、こっち出れんじゃ、出れなかった。これはレイちゃんだよね、多分ね。荷車に紙が置いてある。荷車どこ？この中にあるってこと？入れる。どうしたの？どうしたの？これ。
なるほどね。チェンジしなきゃいけないか。あ、違うか。もしかしてこの子電気の下通れないとか、そういうことある？わからんけど。あ、やっぱりそうだ。そうなんだ。いや、どっちで交代するかってことか。違う、違う。あー、わかった。一緒に動くから交代できないんだ。で、電気で止めなきゃいけないんだ。そういうことね。はあ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 。よくできたゲームだね、これ。はい、チェンジ。そして、ここで電気。あ、こっちに電気がついた。まあ、なんか大事なんだろうね、これ。外出てみるか。開かない。あー、そういうことね。はいはいはい。で、これでチェンジか。すると、こっちが何か変わってる気がする。変わってた。変わってたけど、なんもないな。外出てみるか。外出てみて、さっきの荷車にって言ってる人。やっぱこん中でやらなきゃいけないか。これ消してあっち側に行ってみたらどうなる？こっちが電気ついてんのか。そうか。こっちが電気ついてるから、ここで止まるから、ここでチェンジできると。なるほどね。検 診したことはすぐに実行する。彼が信じていた哲学だ。あの先生かな。運命には自らの手で抗わなくてはいけない。彼を見てきたあなたならどう思う？彼の、どうなんだろうね。でも彼はなんかね、イン先生とちょっと言い合いしてたから、イン先生と言い合いしてたということは、つかみ取るか。素敵な考え方ね。さあ、人生の目的を見つけた。彼の隣こそあなたのいるべき場所。あなたは私。知ってた、知ってた。彼の隣。先生のところ。このゲーム、一気にやっちゃわないといけないね。ちょっと 間挟むと忘れちゃうな、前のこと。いやー、難しいなー。時代とさ、あとは、ね、人とのつながりと。何度繰り返しても絡まった糸はほぐれない。あなたはもう自分自身を救えない。あー、もう、バッドエンド臭がする。バッドエンド臭がするよ。バイ教官。そうか。ファン君、国のためによくやってくれた。なるほどねー。か、君は、それを密告したのは君だったわけね。なんだこれ。なんて読むのこれ。わかんない。なんとかれる相手を見つけて、許可逃れると思った。でも、結局あの人もあなたの元を去ってしまった。頼れるものを全て失って、これからどうするの？取り戻すために行動しようじゃないか。教官の鋭い眼光にもあなたの思いは揺るがず、あなたは感情を殺し、ためらいなく演じ、その瞬間から非情な愛国者に変わった。思ったより簡単だった。そうでしょう。あなたは私。まあね。そっか。
愛国者に変わるので合ってんのかこれ。これ先生なのかな。それともそれともあれかな、ウェイ君、ウェイ君ではない気がする。お、色がついた。メガネしてないからウェイ君かな、これ。すごいな。物語すごい全部つながってるんだけど、ね、全部を悟らせない描き方、すごい。記憶はまるで鏡のように魂の真の姿を、形を映し出す。鏡？力。まだ忘れたがってる。恐怖を感じるんでしょう。地下奥深くまで来た。見たことないところ。あ、大統領の像。願望だけを見て真実と向き合おうとしないのね、うん、私はあなた、でもあなたは私ではない。わー、あー、おい、おい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 、いきなりホラー復活かい。そう、赤い川の謎もわかんないしね。うわ、目動いてる。あ、ウェイ君、幾度となく繰り返してもサンズの川が旅の終わり。なんとか先生、結びの結びは未だほどけず、原三つたのなんちゃらかんちゃら。いい先生、レクイエムは温かくその響きを増しながら再びあなたを迎え入れる。うわー、怖い。なんだお前。この血は何、この川は一体何を意味してるんだろう。歓迎静止所に、なんちゃらかんちゃら。全校集会してる。なんだ？卒業証書？なんだこれ。罪、命には終わりはあるが罪は永遠に残る。静寂の中、私はカーテンコールの時を待つ。うわー、これ、うおーい、うわー、マジか。レイちゃんが密告したというか、それによって全部が崩れたっていう
ことでいいのかな。で、先生も捕まっちゃって、院先生亡命しちゃって、うわぁ。そうだよね、きっと。まだちょっと謎は残ってるんだけど、多分これ、バッドエンド的な扱いなんじゃないかな。多分ね、ハッピーエンドじゃなくて、なんて言うんですかね、トゥルーエンドがあるんじゃないか、きっと。選択肢いっぱいあったから。わー。でね、ちょっと予想でしかないんだけど、この、レイちゃんが、その、読書リストを、グオフォンに渡しちゃったから、イン先生亡命して、で、好きな先生が逮捕されて、死刑になって、で、あの人、ウェイ君が、懲役15年になっちゃったっていうことなのかな。で、それに罪を感じてるのか。まあでも、どの目線かにもよるよね、これね。その中、台湾政府の目線からしたらね、愛国者として見てもらえるのかもしれないけど、このゲームの登場人物からしたら裏切り者っていう、そういうレッテルが貼られる。でもやっぱあれかな、男女関係のもつれからかな、あれは。ね、本当は別れたくなかったけど、別れなきゃダメになっちゃって、で、密告しちゃったっていうことでいいのかな。まあ、この辺はわかんない。ちょっとトゥルエンドあってほしい。ちょっと調べてみよう。この終わりではないはず。ちょっとこれだと本当に後味悪いゲームの終わり方になっちゃうからね。はい、とりあえず今日はここまでにします。で、ちょっと調べてみて、トゥルーエンドあるようだったらもう一回プレイしてみようかなと思います。このゲームならもう一回やるのもね、全然苦じゃない。面白いです、このゲーム。皆さんやってみてください。本当に面白いから。はい、というわけで今回はここまで。ヘバナイスデー。